どうも村田です。今日は一人でバク転を練習するとしたらっていうその練習方法のまとめを紹介していきたいなと思います。主には家で、ね、できるような簡単な仕様にしていきたいなと思うんですけど、バク転って一人で練習するのやっぱりめちゃくちゃ難しいんですよ。できることなら補助者が必要。じゃあどういうところが難しいのかっていうのをちょっとさらっとね冒頭で説明していきたいなと思うんですけど、例えば側宙、手をつかないで側転をする技なんですけど、これの一番大事な部分ってジャンプしてこれで側転するこの部分じゃないですか。ここが一番大事だし一番練習したいところで、これを一人で練習しようと思ったら、側宙はこんな感じでジャンプして側転をする、こういう練習ができるからやりやすいんですよ。ところがバク転で言えば一番大事なところってこの部分じゃないですか。ここ練習できなくないですか、一人で。ここ練習できないっていうのがバク転の練習が一番難しいところなんですよ。だってここできたらね、もうバク転できてるようなもんだからね、結構未来明るいですよね。けどここって切って練習するのがさっきも言ったように難しいんですよ。別々に練習する方法っていうのはあります。この一番大事な部分を仮にジャンプブリッジの部分っていう風に命名するとしたら、一応ジャンプブリッジの練習はできないけど、切ってジャンプブリッジに分けることはできるんですよ。このジャンプっていうのとバク転している最中のこのブリッジの場面、こういう感じで切ってやることはできるんですよ。でもこれの一番重要なところは、別々に練習したからといってそのジャンプブリッジの感覚とイコールでつながるわけではないんですよ。簡単に言えばプラスにはなるけどねっていう話ですね。だからこのジャンプブリッジの部分をしっかり練習しようと思ったら補助者が絶対必要なんですよ。こういう感じでせーのってやることが必要なんだけど、補助者がいるとは限らないし、誰でも補助ができるとは、まあ、限らないですよね。で、一人で練習するってなったら、これは無理だから、じゃあその中でもどういう風にやっていったらいいのかっていうのをまとめたのが今回の話ですね。そんなわけで、今回はバク転の流れ順に、順番にね、やっていこうかなって思うんですが、バク転の動きにめちゃくちゃ近い動きの練習方法だけ入れていこうかなって思います。そうだな、ご飯で言ったらメインディッシュ、主食かな、主食のみをこうやっていく。あの野菜とか本当は取った方がいいでしょ。野菜に当たる部分がまあアクロバットで言ったらこういう胸の使い方とかだったりするんだけど、そういうの入れていったらものすごくキレがなくなってしまうんですよ。だからご飯とかパンとかそういう主食になり得る部分の動きだけやっていくっていうことですね。まあ分かんなかったらごめんなさい。ということでまず1個目が両足ジャンプ片足着地ですね。こういう感じ。これでまずジャンプの感覚を分かりましょうっていうことなんだよね。でちなみになぜ両足着地でしないかっていうのは、両足着地だとケツアタックになりやすいんですよ。ケツアタックをするとここちゃんとキックできないんですね。例えばね、このジャンプをするときにこういう感じちょっとすごい大きさにやりすぎたけど、こういう感じのキックだったら、じゃあ今からバク転やるぞっていう時のエネルギーを作り出せなさそうですよね。後ろに行きながらジャンプするってちょっと難しいんですよ。例えばこの垂直ジャンプ、ちょっとついちゃうけどね、垂直ジャンプが一番自分のキック本気に出せるとして、これと比べた時に後ろに行きながらジャンプをするっていうのは少しあのジャンプミスりやすいんですよ。なので一回こうやってね、垂直ジャンプで本気ジャンプを確認してからこう後ろに下がるような感じで、あ、今のは本気ジャンプしながら後ろに行けなみたいな感じでやっていくといいと思います。で次、キックした後ブリッジになる部分ですね。ここの反り返り方、もっと言ったら反る順番って言えばいいのかな、これを体験する練習する方法ですね。バク転する時って例えばバク転ってこうやってやってる人いないじゃないですか。できるだけ上から順番にブリッジしていきたいんですよ。この一番最初に手が来ますけど、手、頭、首の順番でやっていきたいんですよ。なのでこっから胸付けの状態から手をこう上に上げていきますよね。今これバク転で手振っている時のイメージですかね。で手が耳の横に来たらここスタートで、こっからこう一緒にあの腕が頭から連れていくような感じですね。上から1個ずつ順番に順番に順番によいしょっていう感じですね。結構
構難しいので、最初は上から順番になったりとかしなくって、こうやってね、なっちゃったりとかするかもしれないんですが、できるだけ上から順番にできるようにするっていうのを心がけながらやると、結構効果的なんじゃないかなって思います。今のは、ブリッジをするときのブリッジの順番の話をしたんですが、ブリッジのやり方そのものに関しては、最近ね、マカコがすごくいいんじゃないかなって思い始めたので、マカコを入れていきたいんですけど、この時もちょっとだけポイントがあります。マカコのね、具体的なやり方については入れると長くなってしまうのでカットしますが、この狙いを最初に説明しておきたいなと思います。バク転を練習するときに、多くの人がなりがちな動きっていうのが、バク転ってこうやって、まあ補助するとするじゃないですか。そしたらね、こうなるの。ダンゴムシみたいに丸まったりとか、反り身をできなかったりとかするんですよ。それは感覚がないからしょうがないんだけど、ここをなんとか、ちょっと使っちゃった。ここをなんとか改善できないかなって思って、この部分を習得できる一番近い動きがマカコなんじゃないかなと思って、マカコやったらいいんじゃないっていう、そういう狙いなわけですね。つまり、マカコをする時の狙いっていうのは、この手のつき方とかは別にどうでもいいんですよ。こっから、よいしょってやって、このキックしながら反り身を作るっていう、この動きを、これで習得できるんじゃないかな、習得しようっていう話ですね。これを練習するときは、できるだけ、これでズルしてもいいから、まっすぐ振りたいなっていう話ですね。じゃないと、こうやってねじったらさ、バク転の動き、反り身の動きにはならんので、ちょっとね、物は怖いので一旦移動しましたけど、みたいな。一応ね、こっからキックするじゃないですか。で、キックして、最初に片手ついてるっていうズルはしてるんだけれども、こうブリッジになりに行くっていうことをやってるから、これをやっておけば、バク転行きます、せーのっつって、こうやってね、バク宙チックになる体の使い方っていうのは、ある程度防げるんじゃないかなっていうことを思ってるわけなんですね。前ちょっと紹介したんですけど、バランスボールとかを壁のね、この隅っこ映ってるかな、この壁の隅っこに挟めて、これでやったりとか、あとは、普通に何か椅子とかさ、台の上に足を置いて、同じような動きをしてもいいと思いますし、とりあえず、ズルをしてもいいから、ジャンプをしながら、ブリッジ倒立になる動きっていうのを、これで、どうにかこうにか練習できるんじゃないかなって。で、ここ、最後に、一番重要なポイントをね、二つぐらい言っておきたいなと思うんですが、一つ目は、体をしっかりねじる。こうやってギリギリまでね。で、二つ目は、必ず1、2の順番で手を振って、両腕で振らない方がいいと思う。ということ。これね、狙いは二つとも一緒で、マカコを練習して、バク転をやっていくときに、バグる、歪むっていうリスクを減らそうっていう狙いがあるんですよ。どういうことかっていうと、マカコからバク転を進化させるマカコバク転っていうのをやったときに、よく言われているリスクっていうのがバク転曲がる問題なんですよ。っていうのは、最初マカコやっていって、最終的にこれを両腕で振っていくんですよ、こうやって。で、これを斜めにしたものをまっすぐにしてバク転にしていこうっていう、そういう流れなんですが、今までこうやってねじっていたものをまっすぐにするっていうのは結構難しいんですね。感覚が鋭い人じゃないと、これって修正できないんですよ。だから、これはなぜ起きるかっていうところを考えたときに、入り口が一緒だと起きやすいっていうふうに私は思うから、それをなくしたいっていうことなんですよ。例えば A という技があります。そして B という技があります。これバック転とマカコバック転だと思ってもらえればいいかな。で、この技の入り口が一緒だと、本当は A をやりたいんだけど、A やろうと思うんだけど B に行くみたいなことが起こり得ると私は思ってるんですよ。入り口が一緒だから。なので、それを防ぐためには、入り口を分けたらいいんじゃないのっていうふうに思うわけですね。なので、マカコを練習するときに、こうやってしっかりねじるとか、1、2っていうふうにやれば、バク転のさ、このまっすぐ入りと入り口を分けることができますよね。それでバグるっていうことを防げるんじゃないっていう話ですね。で、最後、倒立から跳ね起きるという部分ですね。倒立になって、こっからせーのっていうことですね。ドンキーと呼ばれる技だったりしますが、ポイントは逆立ちになって、手が離れてから足をつくということ。決して手がついてる状態で足をついて手を離すっていうことではないんですね。最終的には足伸ばした状態で、こっからこう、上半身のこの反り身っていうのから体の使い方をうまいこと使って起きてくると。じゃないとバク転の実際のその動きにはならんですよね。
ないと、仮にバク転で手をつけたとしても、最後、バク転でこういう風にね、体が前に行っちゃったりとか、起きてくるっていうのが難しいと思うんですよ。具体的にできない場合、どういうバク転になっちゃうのかっていうのを表現すると、多分、バク転で手をつけるときに、こういう感じ？いや、まあ生きて帰ってこれるレベルではやりましたけど、腕に注目してほしいんですよ。今、手をついてから、こういう感じで肩前に出てましたよね。ここがポイントで、手をついて、後ろに押し返すっていう部分ができないと、潰れてしまう可能性が大いにあるわけですよ。一応ね、そのバク転やっている中で今の動きをミックスするという難しさも当然あるんですが、最低限単発でできないと混ぜた時に絶対できなくねっていう、そういう話ですね。だからこのドンキっていうのができた方がいいんじゃないっていうことですね。そんなわけで最後まで見てくれてありがとうございました。もしよかったら参考にしてみてください。以上、村田でした。バイバイ。